さん。はい、ということで今日は広島から出てきたばっかりのジャケンジ初の PV 撮影ということでお願いします。はい、でまあPV 撮るの初めてなんですけどね、PV 撮影する実はカメラマン、はい、俺です。左カメラマンに挑戦するということでですね、ほんで編集および監督がですね、これまた初めて今回作品を作ってみたいということで、そしてはい、まあ今回初めて編集および監修を任された高校2年生ということで、どうですか？はい、頑張りましょう。なんかこういうイメージとかもあるんですか？あ、まあ、はい、適当に、はい、乗りと勢いで、はい、行きましょう。なるほどね。はい、ジャケンさんは、まあ、初めてなんですけど、ジャケンジーらしく、ジャケンジーらしさってなんですか？ジャケンジーらしさ、はい、まあ、弱い自分も含め全部自分っていうなんかサビと一緒の感じの、まあ、なるほど、はい、まあ、見てる人たちはまだサビ聞いてないんで分かんないと思うんですけど、そうですね、はい、とりあえず結構いいもうそのバイブスで取り切りたいなって、取り切りたい、はい、感じです。その瞬間を切り取り取り切りたい、はい、ということで、ほんでなんかカメラ回ったらこう、はい、回り出したらあんま喋られへんくないよな人で。全然僕も髪も切ってきて、うん、もうバチバチ髪切り、はい、髪で切り取り、髪切りで取り切り、しっかり、もう髪どこで切ってきたんですか？髪は今日はリッパーズで切りました。リッパーズ、はい、リッパーズで立派ですね。はい、立派な髪型にしてもらって、うん、もうそんな感じで。どんな感じや？こんな感じっすね。リッパーズで立派な髪型にしてもらったんや。はい、はい、切ってもらって、曲も最高で、もうあとは撮るだけって感じですね。撮るだけって感じ？はい、撮るだけって感じ。今これどこ向かってんの？じゃあ僕はちょっと初めてだったんで、うん、衣装を考えてなかったと、うん、ちょっと緊急事態が発生しまして、うん、僕の家までちょっと向かってもらって、向かってもらってんの、はい、全然撮るだけちゃうやん。まず忘れ物取りに行かな、取られへん、取るもんも取られへんいう話やんやろ。まあまあまあ忘れ物はしたんですけど、大事なものは僕が持ってるんで、ランパーとしての何をうまいこと言おうとしてんねん。取り返せない。お前俺に運転させて忘れ物取りに行ってんねやろ。だから衣装のこと考えてませんでしたって言ってんやん今。まあ初めてやからな、はい、いや別に怒ってへんで、だから初めてやねんからさ、はい、すいません、うん、まあでも一生ぐらいは考えてるかな思ったんやけどな。なんかもうまあその弱い自分も含め全部自分っていうことだよね。ああ、そういうことが言いたかったよな。そうですね、うん、忘れ物する自分も、うん、僕らしさなんで、弱い自分、はい、弱い自分で全部自分っていう感じで、うん、まあ左さんの運転で僕の家に向かってもらうという、はい、失敗を犯してもらいます。じゃあわかった、ヒダディさんやっぱ甘いな若いやつにみたいなとこ、そんな感じで、はい、他の若いやつらに、はい、なんか舐められたら困るから俺も。せやんす、わかる、わかる、はいはい、わかります、わかるやろ、はい、だから、はい、ちょっと罰ゲームやってもらおうかな。全然いいっすか？むしろ、はい、むしろ、まあとりあえず、はい、ハーディーに挑もうか。何を？まず、ま